大丈夫、ミラクル1の動画だよ。はい、今日も始まりました。今日は任天堂スイッチオフラインマルチできる、ゲームの雰囲気の紹介していきたいんですけれども、今日はみんなでワイワイスペランカーをやっていきたいと思います。はい、こちらのゲームなんですけれども、非常にですね、難易度が高いことで有名なスペランカーというゲームがあったんですけれども、これをスクエアエニックスさんリニューアルいたしまして出したというゲームになっております。こちらめちゃくちゃいい進化を遂げており、まあ、4人までプレイできるっていうようになってるゲームです。で、それで死ぬのっていうぐらい雑魚い主人公を使ってやるんで、もうそういうのが耐えれないっていう人にはちょっと面白くないかもしれないです。僕はすごい好きですね。はい。で、まあ、結局やることはマリオと一緒なんで、はい。ゴール目指すだけ。ならばもう勝てるって思うんですけど、まあ、些細な段差で死んでしまいます。はい。僕は大好きです。だから、それが楽しめる人だけですね。やらないといけないかもしれないです。はい。今なんで死んだか皆さんわかりますか？ジャンプする位置が早すぎたんです。あの段差では死んでしまいます。そりゃそうですよ。っていうことですよね。ほんま難易度高えわ。まあでも慣れたらこんなもんです。全然普通にね、問題なくいけるっていう。食らいやがれ！間違えた！今の分かりましたか？段差やねんって。はい、どうもね、この人間の心理をついて敵やってくるんでね、なかなか難しいんですよ。敵っていうか、敵があった後にあの段差ですよ。そらやられるわ。あっと危ない。たらこの正解はこうやって1段ずつ降りる。当然ですよね。そらコウモリの糞当たっても死ぬんで、ほら。でもこれぐらいのジャンプは余裕と。よっしゃー、空気エネルギー回復。ここ掘れもんやん。どうやってやるんか忘れた。いけ、ワンワン、ワンコロ、はよいけよ。よし、エネルギー回復や。え、これワンワンで行くんちゃうんかな。ボムや！よっしゃー。なんかアイテムゲットっす。こういうアイテムはね、やっぱ回収しとかないといけないっすわ。チュー！危ね。これかなり危ないですね。トゥー！くそ！くそ、レアアイテムっぽいのあんのに。これまさかボム？ボムいけるのか？ボムいけるか。いや、ちょっと危険なんでやめときましょう。こんなところでボム使ったらあかんわ。わからんけど。やば、ここでボム手に入るって分かってたらボム使ってもよかったかもしれない。おら、霧吹きじゃ。回復。絶対ジャンプしたら死ぬよな。よいしょ。何これ。お、通れる。お、あそこになんかあるじゃん。さっきあれ取ってからや。あぶね。ちょっと急いで行き過ぎて死にかけましたね、今。よっしゃ。あ、ゴールしてもうた。あ、これゴールバーやったか、忘れたわ。トータルスクア、イエーイ、星3つ、レベルアップ、シャキーン、てってるー、白レベルアップや。
未だにこの白っていうのは何か分かんないです。今のちょっと白のところっていうか、なんかまだいけそうなところあったんで行ってみたいと思います。ゴールドはポチのお使いで必要だ。洞窟内で見つけたら必ず取ろう。行くぞポチ、我についてこい。了解。慣れたらね、こんな簡単なゲームなんですよ。でもこれもし4人でやるとすぐね死んでしまうやつ出てきます。気が焦ってるんでしょうね。まあ単純にゲーム下手ってことです。そこは諦めてください。よし、よしよし。もう一度ボムじゃん。行けボム。はい、ゲッツ。まあさっきゲッツしたけど、一応ね。は。でん。まあそらそうですよ。あの距離でジャンプしたら届きませんわ。おら。よいしょ。そらね。そらね、思った思った。その距離で飛んだらあかんやろ、まずいやろって思ってんけど。行けよや！よっしゃ。なんかアイテムゲットですね。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あと3機もあるんでね、多少の無茶は大丈夫でしょう。あれでどうやって取るんやろうな、全然分かれへん。ここからジャンプしたら 100% の確率で死ぬしな。なんでやねん。こういうのが嫌な人は無理です、このゲーム。ちょっと諦めてくださいってなっちゃうんで。僕はね、こういうの全然苦じゃないんでね、ほんまに。これスコップどうやって使うんやったかな？全く思い出せない。一回エアーを補給しとくか。このエアーの補給危ないんですよね。で、この奥さっき行けなかったんで行ってみましょう。あー、これは怪しい。なんかありそう。おお。ですよね。はい、ゲッツ。こういうことですよ。早くエアーを回復しなければ。ピーコンピーコンピーコン。ポケモンで聞きましたね、この音。はい、クリア。一個ね、明らかに怪しいとこあったんですけど、あそこの行き方わかんないっすわね。まあでも、今アイテムゲットしたんで、まあ、結果オーライだったんではないでしょうか。慣れたらこんなもんですよ。うえ。よっしゃ、ハイキングウェアゲット、完成。大地の息吹やろ。行くぜ。ゲーム、待てよ。なんかアイテムゲットしてたな。この装備さえあれば勝てるか分からんけど、謎のアイテムゲットしました。ゲームスタート。なんやって？効果もアップするぞ。なんかアビリティあったんかな、分からんけど。はいじゃーん、はいじゃーん、はいセーブチェーン。
はい、やってもうた。なんやと？くぅー！なんて守備力の低い。もうあと3機しかあるまい。よっしゃ、セーブできた。どっちが正解かね。とりあえずこっちや。直感を信じるんだ。うわくせやろ。ここ罠ですよ。ジャンプや。これジャンプでいけるか。いけました。え、なにこれ。新たな道ふさぎが光ってる。あそこ、はい、太陽の鍵ゲット。これは死んでも取らなければいけないのでは。そうはどんやおろせへんねん。マジかよ、戻らなあかんやんけ。残り1機いけるのか。これね、さっき上行くのが正解でした。悲しみやで。あー、ゲームオーバー。うわ、通り名を持つミラクル1、地底に眠る神秘の文片を求め洞窟探検に挑むが、大地の息吹にてなんだか気分が悪くなり、その探検を終えることとなった。こっから先は君たちの目で確かめてほしい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方お願いします。ではまた、バイバイ。